あわあわスキピディトイレファンメイドのキャラクターバージョン。今回は大人気のスキピディトイレファンメイド、つまりファンの方たちが作られたキャラクターを紹介するよ。いろんな方が作られたキャラクターがたくさんいるんだよ。ぜひぜひ最後まで見てね。それじゃあレッツゴー。「タイタンテレビマンメカボス」、またの名をタイタンミラーマン。メカタイタンTVマン。たくさんのテレビがついていて、このテレビのモニター部分はくるくる回るんだ。蝶ネクタイがおしゃれで、他のキャラクターたちと違うのがこの足が一本なところ。とってもユニークでしょう。ラージクロックマン。ラージクロックマン。英国紳士、つまりイギリスのジェントルマンみたいな服装をしている。特に帽子がクールでかっちょいい、頭が時計のキャラクター。今ファンメイドのストーリーの中でも特に有名で、クオリティも半端じゃないのがこのスキビディマルチバースのクロックマンたちが出てくるシリーズなんだ。その中の一人がこのラージクロックマンで、時間を止めることができて、その時間を止めている間にスキビディトイレたちに攻撃したり、カメラマンたちを助けたりもできるんだよ。ウィザードスキビディトイレ。ウィザードスキビディトイレ。お星様がいっぱいついたかわいいトイレだよ。それに魔法使いのおじいちゃんスキビディトイレで、魔法で攻撃してくるんだ。とっても強いんだよ。タイタンサイレンマン。タイタンサイレンマン。頭にたくさんのサイレンがついたキャラクター。白のチェックのジャケットと、足が骸骨の骨みたいなのが特徴。とっても大きいし、お空も飛べるんだよ。タイタンスピーカーウーマン。タイタンスピーカーウーマン。本編ではブラックカメラウーマン、ブラックスピーカーウーマン、テレビウーマンなどの女の人のキャラクターも増えてきたよね。そしてこのファンメイドでもタイタンスピーカーウーマンというこのキャラクターがとっても人気で、よく出てくるんだ。本編でもタイタンの女の人のキャラクターが増えてほしいよね。テスラ、スキビディトイレ。スキビディトイレテスラ。スキビディトイレに手と足がついていて、手には武器もついているスキビディトイレのキャラクター。テスラっていう名前からも想像できる通り、電気を使った攻撃をしてくるよ。人間 G マン。 G マンスキビディヒューマン。このファンメイドのストーリーはスキビディトイレたちとカメラマンたちが入れ替わっちゃった世界のお話なんだ。だから人間 G マンも見た目はもう
普通のスーツを着たおじさん。でも本編と一緒で人間ジーマンもとっても強いんだよ。この入れ替わっちゃう世界のファンメイドのストーリーはジーマンだけじゃなくっていろんなキャラクターたちが逆転しているからそれが面白いんだ。タイタンプレイステーションマン。タイタンプレイステーションマン。頭がゲーム機のプレイステーション5のキャラクター。今回の絵では描いてないんだけど、プレイステーションのコントローラーが肩に乗ってるバージョンなんかもあるんだよ。タイタンスピーカートイレ。タイタンスピーカートイレ。さっき紹介したスキビディトイレとカメラマンたちが入れ替わった世界のファンメイドのキャラクターの一人がタイタンスピーカーマンのこのトイレ。もちろんとっても大きいんだけど、普通のタイタンスピーカーマンよりは足の部分がトイレになってるからちょっと背が低くてそこが可愛い。でもトイレになってもやっぱりタイタンスピーカーマンは強い。ファンスキビディトイレ。ファンスキビディトイレ。3人の頭がついた扇風機のスキビディトイレ。もうトイレでもないじゃーん。扇風機だから頭がくるくる回るんだよ。最後まで見てくれてありがとう。本編もとっても面白いけど、このファンメイドシリーズも本当に面白いよね。またこのファンメイドのキャラクターの動画が見たいと思ってくださった方は、よかったらチャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。それじゃあまたね。バイバーイ。